どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ナッツです。本日はバイオハザードレジスタンスの動画になるんですけども、今日は以前のアップデートで追加された新装備を利用したバレリーのかなり強力な装備構成の一例をご紹介、解説させていただこうかと思っております。ちなみにご覧いただいております映像なんですけども、その装備構成を利用して2ゲームプレイしたものをギュッとまとめております。 その新装備を利用した装備構成なんですけども、どちらかというとクリーチャー型に対して特に有効になるかと思います。もうまさにボンバーマンという感じなんですけども、まずはスキル装備構成をご紹介させていただきます。まずはスキルになるんですけども、基本的にはお好みで問題はないんですけども、危険物知識のカウンターが必須になります。 そして装備がハッキング装置の3、水素ガス団の3、財布の2と3になります。バレリーはアップデートで体力の上限が低くなっておりますので防弾ベストなどもかなり相性がいいと思います。先ほど構成をご紹介させていただいたんですが、今回の構成の中心になる部分なんですけども、パッシブスキルのカウンター、そして装備のハッキング装置、水素ガス団になります。 このハッキング装置と水素ガス団という装備が新装備になるんですけどもかなりバレリーと相性がよく強力な装備になっておりますまずパッシブスキルカウンターの影響で投擲物の購入上限が解放されますなので基本的にはクレジットさえあればいくつでも購入することができるようになるんですけども そこで新装備のハッキング装置というものをつけることによって武器ボックスでの価格が大幅に下がるという効果が発生しますので通常よりも低価格で投擲物を購入することが可能になりますですのでそれに合わせてクレジット増加系の装備もつけておくと投擲物を大量に買いやすくなるかと思いますので個人的にはおすすめになります そして今回の中心になるもう一つの新装備水素ガス弾という装備なんですけども火炎瓶と手榴弾の攻撃力が大幅に上昇するといったものになりますこれがかなり強力で火炎瓶でもあっさりとクリーチャーを倒していけるようになりますのでカウンターとハッキング装置そしてクレジット増加系のスキルを合わせて大量に投擲物を購入して 威力の上がった投擲物をどんどん投げていくというスタイルになりますかなり強力な装備構成になるかと思いますしとにかくバレリーとの相性が抜群だと思います火力の上がった投擲物をとにかくたくさん利用していくというスタイルになりますのでクリーチャー型には特に相性がいい装備だと思います スレイブ化やモンスターハウス問わず対応できるかと思いますのですごく便利で強力だと思いますのでおすすめになりますもう爆発物を利用した本格的なアタッカーまたはそれ以上なレベルですよねこの構成ですと例えばモンスターハウスなども1人で対応できてしまう部分もありますので対クリーチャーという部分では最強の一角かもしれないですね これだけ戦えて実はヒーラーという部分がバレリーの怖いところですよねちょうどご覧いただいている映像のこの辺りになるんですけどもこのように大量のクリーチャーが発生しているような状況でも火力の上がった投擲物をどんどん投げていくことで簡単に壊滅させることができます味方の方も一緒に投げてくれましたね 個人的ににには手榴弾は弾ももちろんなんななでですす。けども火炎瓶が特に以前と比べて頼れる武器になった印象です火炎瓶は価格が結構安めになりますのでその火炎瓶でこれだけダメージを与えることができるというのはかなり大きいと思います少し余裕があればカメラに投げることもできますし水素ガス弾で強化した火炎瓶はモンスターハウスの壊滅も狙えますのでかなり強力だと思います 火炎瓶は新装備の影響で火力の強化ができるようになりましたので以前よりもさらにコスパがよく感じております自分がこの構成のバレリーを使用する場合なんですけども現在は火炎瓶を中心に購入しております水素ガス弾の影響でかなり火力が出るようになりましたし価格が安いので複数購入しやすいのが魅力ですよねちなみにこの構成の注意点なんですけども 重機特化のマスターマインドの方と戦う場合はあまり相性が良くないと思います全く強みを発揮できないというわけではないと思うんですけども少し強みを発揮しにくい部分もあるかと思いますので重機特化のマスターマインドの方とマッチングする機会が多い状況の時は少し構成をいじるのも有効だと思います、えー、今回ご紹介させていただきました新装備を利用した構成の他にも また別の新装備を利用した強力な構成もありますのでそちらも今後ご紹介させていただきます。はい。ということで本日は特にクリーチャー型に特化した強力なバレリーのボンバーマン構成をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかびっくりするぐらい強力な構成になっておりますのでぜひお試しください。ということでもしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。 概要欄にツイッターもありますのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまたバイバーイ。